こんにちは、猫谷です。皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年早々大変なことが立て続けに起きてしまった2024年ですが、私にできることをできる範囲で少しずつぼちぼちとやっていこうと思っています。私にできることは何かなって思った時に、私が8年前に体験した熊本地震での出来事、視覚障害者として困ったこと、もっとこうしておけばよかったなという反省も含めてちょっとツイートをしてみたところ、思わぬ反響をいただきました。いいねをくださった皆さん、リポストしてくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんの優しい気持ちが伝わってきました。それともう一つ、ああそんなことがあったのか、その情報をもっと早く知っておけばよかったなっていうことですね。被災した時ってなかなか、スマホも、見れなくなりますよね。停電したりとか充電ができなくなったりして、なのでそういう情報なんかも、お伝えしました。で、8年前熊本地震を経験した時、私はその時ちょうど視力が急激に低下していた時だったんですよ、症状が悪化してね、でだんだんともう字が見えなくなって、もうそういうことでこのまま見えなくなってしまうんじゃないかなっていう不安と恐怖、そして見えなくなって感じる不便なんかで、ものすごくもう精神的に落ち込んでいました。で、その時避難したんですけどね、私が住んでたところは震度6強の揺れを体験して、もうタンスとかも倒れて、テレビも倒れて、もういろんなものが倒れて、まずその倒れたものの下敷きにならないかったことが命拾い、そしてその5階に住んでたんですけど、その階段を駆け降りるとき、子供がね、もうお母さん靴履かんでいけん、早く逃げて靴持っていくけんって言って、私はね、あの子供差し置いて真っ先にあの飛び出しました。で階段を駆け降りながら、もうああこれ崩れるな、この建物崩れるな、もう結構古い団地だったんでね、あ崩れて私はこの建物の下敷きになって死ぬんだなって思いました。でその後、火事になるだろうなっていうこともあり、また余震もひどかったので避難所に避難しました。避難所では1週間過ごしました。幸い自宅は無事だったので、1週間程度で自宅にもう帰ったんですけど、そこで、視覚障害者が避難所で困ったことですね、私は息子と一緒だったということもあり、まず、あもっとこうしておけばよかったなって思うことはまず2つ、私は、とっさのことでもあったし、少し見えていたということもあって、あの白杖、白い杖ですね、ここにある白杖、これをもう持っていかなかったんですね、と白杖を持っていかなかったということ、それと、避難所ではあのしばらく時間が経つと、何か体の不自由な方や高齢者の方、何かご病気の方は申し出てくださいって言われました。その時に私は申し出ることができませんでした。そしてその結果、不自由な、とっても不便な避難生活を送ることになりました。なので、視覚障害者の場合、この白杖を持っていくこと、それと何か、配慮が必要な方は申し出てくださいと言われたら、とりあえず申し出てみてください。配慮してもらいます。で、その時ね、白杖を持っていかなかったということで、まず最初、真っ先にね、近くの小学校に避難したので、だだっ広い体育館に行きました。で、やっぱりね、その時隅っこのプライバシーが保てるようにということで、一番奥にね場所を取ったんですね、でその後続々とね人が入ってきて、もうぎっしり足の踏み場もないくらい体育館はぎゅうぎゅう詰めになりました。でそこでまずトイレに行く時、トイレに行く時が困りました。で私はその時、視力はねどれぐらいだったかな、もう今ぐらいかな、視力 0.02 くらいで、メガネやコンタクトなどでも矯正が効かない、だから視覚障害者なんですけど、ぼんやりとは見えている感じで、今の方が慣れてきてね、今の方が見えやすいです。その時一番ねもう見えにくくて、もうなんかもう私、あ見えない見えないって思ってました。で
こういうものがあるっていうことは分かるけど、それが何かっていうことが分からない。でそんな中、ぎゅうぎゅう詰めの人がびっしりの体育館の一番奥から、なんていうかな、端っこから端っこまで、トイレに行く時が困りました。もう人の足を踏まないように、そこに荷物があるのか、何が置いてあるのかで隙間が見えないんですね、その、歩くべきスペースで。子供が手引きをしてくれたんですけど、トイレに行くのが ものすごく大変でしたね。なのでもうね、水分を取らなくなりました。それはね、本当危険ですよね、脱水症状になったり。まあその暑くなかったから良かったけど、なんかいろんな水を取らないことによって脱水症状はもちろん、その、血液がドロドロになったりとか、することもありますよね。まずトイレに行くことが大変、そしてしばらくはね、食料品やお水の支給もなかったんですけど、でしばらく経って3日目ぐらいかな、お水の支給がまずありましたとか、そういう時もね、やっぱり、まず子供から、次に体の不自由な方や高齢者の方っていう感じでこう区切って配られました。でそこで、ね、列に並ぶ時に、私は体の不自由な方だよねって思ったけど、なんか並ぶことができませんでした、遠慮してしまったっていうのもあるし、列がどういうふうに列がなってるのか、どこが最後尾なのかっていうのも分からなくて、一人、その時ちょうどね、息子たちが外に出ていたので、一人ポツンと取り残されていて、留守番してて、あーと思ったけど列に並ぶことができませんでした、でその前にね、まず次の日ぐらいかな、体の不自由な方や、高齢者の方、何かこう病気をお持ちの方などは申し出てくださいっていうアナウンスがありました。でその時にも私は申し出ることができませんでした。それは何でかなって今思うと、まず遠慮ですね、私よりもっともっと大変な人がたくさんいる、そしてその運営者の方の負担を増やしたくない、で申し出たところでね、どんな配慮をしてもらえるのかっていうのも分からなかったし、とにかくなんか申し訳ない、という気持ち、もっと大変な人がいるし、そして私はその時ね、何よりまずまだ少し見えていた、皆さんこの、白杖、白い杖を持っている人を見かけたらどう思われますかね。あ、この人全く見えないんだなって、目が全く見えない人なんだなって思う方が多いと思います。私も自分がこの立場になるまでそう思っていたし、視覚障害者と診断されるまでね、そして診断されてからも最初はね、視力があったんですね。網膜色素変性症というのは少しずつ進行していくので、最初は視力が 1.3 とか普通に、あった、視力は良かった、で視野狭窄、視野が狭いとかいう症状とかもが主でした。夜見えないとかね。で自分自身がまず、私は果たしてその視覚障害者で配慮が必要な人なのかどうかという判断ができなかった。そして今言ったところで、あなた見えてますよねって、本当に見えないんですかって、これは今でもたまに言われます。でその時は、その見えなくなってきたばかりの頃で、この白杖を持ったのも、白杖初心者、白杖を持つようになったばかりの頃で、いや私は全く見えないわけじゃないし、まだ少し見えてるしという気持ちもあり、また周りからもそういう、なんていうかな、特別な配慮とかを受けてると、なんかあの人嘘ついて特別扱いしてもらってるって思われるんじゃないかなっていう気持ちがあったんじゃないかなっていうことを思い出しました。